ブルーリフレクション対寝てるの？うん。あなたは寝ぼけてるの？心だよ、うつぼ心。心。そうだ、心だ。何かあったのかと思っちゃった。フリスペで連絡しても全然返事がないから。ごめんごめん。まったく、探す身にもなってよね。ごめんってレナさん。星崎さんがここにやってきたから、いろいろ乱されてばかりだよ。私は楽しいよ、生活が賑やかになって。聞いた？賑やかになったって。うるさい。はい、さあそろそろ行こう。今日も探索するんでしょ、向こうの世界を。もちろん。それじゃあ行こっか。例えば星崎さんにお願いしてたと思うけど、ちゃんと干した？干した干した、昼寝する前にやっといたから。ならよし。誰かがサボるとすぐ不便になるよ。ここには私たちしかいないんだから。分かってるって。でもよかった、これならここを歩いてもすぐ乾きそう。そうだね、何度寝てもこの景色。ってことはやっぱりこれが現実ってことか。補習を受けるために夏休み中の学校へ行き、教室に入るまでは普通だったのを覚えてる。そこで知らない女の子に出会って、
私と一緒に来てほしいのです。ちょっとどこに向かって。教室を出た時にはもうこの世界にいた。青ちゃん？ううん、なんでもない。行こう行こう。人気のない学校、現実ではありえない景色。周囲はどこまでも水が広がってて、この学校から離れることもできない。そんな世界で彼女たちと生活をして早3日、私はまだ帰り道を見つけられずにいる。向こうの世界ってみんなはここを呼ぶ。水で囲まれたこの世界に昨日突然現れた、さらに向こうの世界、学校よりもさらにへんてこな場所で頭がおかしくなりそうだけど、もしかしたらこの向こう側に元いた私の世界があるのかもしれない。バシバシ調べていこう。ここが一体何なのか。待って、今日は食材を集めたら帰るから。なんで。もう時間が遅いもの、誰かさんが寝てたせいで。心、レナさんがいじめる。ああ、よしよし、怖かったね。でも今日のところは食材を集めたら帰ろうね。うん、わかった。こいつ。さて、今日は何を持って帰ろうかな。昨日見つけた卵、美味しかったのです。どこかにないかな。
何かに使えそう。今日もお出ましね。なんだなんだ、食材よこせってことかな。みんな気をつけて。どっからでもかかってきなさい。よし、私の番。ほっ、楽勝楽勝、負ける気がしないよ。私の中に眠る力がまた一歩強くなれたのです。絶好調ね、最高の気分。お疲れ様、青ちゃん、レナちゃん。うん、ココロもね。それにしても、何なんだろうね、この指輪。私たち、気がついたらはめてたんだよね。青ちゃんはいつからつけてたの？この世界に来た時にはもうつけてたよ。考えるのは後にして、さっさと卵を探しましょう。なかなか見つからないね。昨日はこの辺りにあったのに。そもそも卵が落ちてるってことは、どこかに鳥の巣とかがあるってことだよね。鳥の巣。あそこか。まさか登るつもり？もちやめなって、落ちたら危ないじゃない。レナちゃんは下で待ってていいよ、取ってくるから。二人が行くなら私も行く。
これよし、卵ゲット。もっと食材探す？今日はこのくらいにして、そろそろ帰ろう。ほら、金城さんもお怒りだし。まあ、あんな広いところに一人残されたら心細いのもわからなくはないか。それじゃ急いで帰ってあげよう。さて、ゆきちゃんはいつも通りなら作業室かな。ただいま。おかえり。待ちくたびれたよ。そんな文句言わないで、食材いっぱい取ってきたから。やった、今日はごちそうだ。ちょっとちゃんと計画を立てて。いいじゃん、いっぱい取れたんだしさ、楽しまないと損だよ。まったく。それで向こうの世界のこと何か分かった？今日はあんまり調べられなかったんだ。ちょっといろいろあって。いろいろあってね。そうそう、いろいろあったんだよ。イライラは、まあ相変わらず不思議な場所よ、あそこは。でもラッキーだったよね、向こうの世界が出てきて。うん、この世界に現れた新たな手がかりだし。それもそうだけど、食材が豊かになったのが大きいよ。もう飽き飽きしてたもん、この辺で取れる木の実とか魚は。私はお米が欲しいのです。我慢しなさいよ、飢え死にすることはなさそうなだけマシなんだから。あるかもしれないよ、お米。向こうの世界の奥を探せば。がぜんやる気が出てきた。はいはい、それはまた明日。今日は今日のことを考える。それじゃあ夕飯作るよ。何作ろっかな。また卵焼きが食べたいな。昨日と同じ卵があるんだね。でもせっかくだから味変えたい。ねえ、
なんか薬味になりそうなものを取ってきてよ。中庭に使えるものがあったはずだから。オッケー、ひとっ走り行ってくる。取ってきたよ。おお、ありがとう。これで材料が揃ったかな。せっかくキッチンに集まったことだし、みんなでご飯作る？そうね、暗くなってきたし、手早くご飯を用意しますか。何を作ろう。材料は足りてるかな。どれを使う？君に決め。どれにしようかな。一丁やりますか。できた。できた。それじゃ、お皿用意していただきましょう。ソロどうしたの。一つだけ激辛を混ぜておいたんだけど、まさか自分に当たるとは。何してんの。いやでもやっぱりこういうの楽しいね。次は誰かに食べさせようっと。懲りないな。お腹いっぱい。教室に戻って寝る支度をしよう。それにしても何なんだろうね、あそこ。何何？何の話？向こうの世界のこと。やっぱり不思議な場所だなって。私からすればこの世界全部が不思議だけどね。青ちゃんがいたっていう世界と比べたら。本当にびっくりしたよ。グラウンドも通学路もなくなっててさ、さっきまであったのにって。私の頭がおかしくなったのかと思った。こっちも突然知らない人が来てびっくりしちゃったな。それまでずっと3人で暮らしてたから、この世界に私たちしかいないことに違和感も覚えずに。そこに星崎さんが現れて、私たちは私たちのおかしさに気づいたんだよね。ここって何なの？なんで私たちは何も覚えてないの？ってね。パッとは思い出せるものもあるみたい。物の名前や使い方とか。けど誰かとの思い出とかいた場所とかは、どんなに思い出そうとしても何も思い出せない。そっか。やっぱり不安？え？何が？私たちには記憶がないからさ、帰るべき場所があるのかもわかんない。だからぶっちゃけ帰りたいって思いがないっていうか。まあ確かに。でも青には記憶があるんでしょ？大丈夫。みんながいるからさ、全然不安にならないっていうか、むしろ楽しいんだよね。まるで映画の中のような世界に来れて。ほら、私って普通じゃん。だからずっとこういう特別なことを求めてたんだ。
なんだ、それならよかった。とは言ってもいつまでも帰らないってわけにはいかないでしょ。明日はちゃんと向こうの世界を調べなくちゃだね。私たちの記憶の手がかりもあるかもしれないしね。了解。それじゃあそろそろ支度して寝るか。寝ないの？うん、眠くなくて。そういえばフリスペには慣れた？なんとかね。初めて使うアプリだから手間取ったけど。いや、今時使ってない人がいるなんて私びっくりしちゃったよ。これはもう一度ちゃんと教えないとだね。ほら、アプリ開いて。はいはい。こんな感じ。ありがとう、助かる。思ったけどさ、スマホが充電できるってことは電気が通ってるんだよね。ん？そうだね。こうしてやり取りができるってことは電波も通ってるってことだ。そりゃそうだ。水道やガスも通ってるみたいだけど、一体どこから来てるの？確かに、いや考えたこともなかった。なんかおかしいんだよねこの世界。おかげで快適に過ごせてるから結果オーライってことで。それって日記？うん、毎日の出来事を書いているのです。初めて会った時も書いてたよね。どんなことを書いてるの？その日食べたものとか、ゆきちゃんやれなちゃんと話したこととか。あんまり変わり映えのない日々だったから、それくらいしか書くことがなくて。ああ、なるほど。でも食べたものの情報は結構お役立ちだよ。これを焼いたら美味しかったとか。レシピってわけか。ここ最近はいろんなことが起きたから、日記の内容も大長編。いろんなこと？あおちゃんが来た。向こうの世界も現れた。モンスターがいて戦うことになったのはちょっと怖かったけど、今日言ったこと本当なんだよ。あおちゃんが来てから生活が賑やかになった。だからあおちゃんが来てくれて私は嬉しいの。そう言われるとなんか照れるな。でもあおちゃんには帰らなきゃいけない場所がある。あおちゃんが帰っちゃうのは寂しいけど、いるべき場所にいるのが一番。ちゃんと帰る方法を探さないと。
また明日から頑張ろうね。ありがとう。そういえば夜はちゃんと眠れてるの？え、どうして？昼ぐっすり寝てたから寝不足なのかと思って。何か思うところがあるならちゃんと言って。一緒に生活してるんだから。まだここに来たばかりで慣れてないってのもあると思うし。もしかして心配してくれてる？別に平穏に過ごしたいだけ。本当に？うるさい。レナさんの方こそ大丈夫？記憶がない方が不安なんじゃない？記憶がないことすら気づいてない状態だったからそこまで不安じゃない。気づいた今はすごく気持ち悪いけど。やっぱり記憶を取り戻したい？そうね。ただ記憶を取り戻したいというよりは、なんでそうなったのか気になるという思いの方が強いかな。そういうもの？よくわかんないよ。それにしても記憶を失うなんて相当なことがあったはず。思い出さない方が良かったなんてことにならないといいけど。いい感じ。何か気になることでもあった？私って普通だな。おお、気になっちゃう？何勝手に見てんの？私のこと知りたいの？大したことは書かれてないよ。心、宮内レナ、金城勇気。みんなと出会ってからもう3日は経ったっけ。結局この世界は何なのかな。長い夢だって言うならそれでいい。ドッキリでしたって言うなら長すぎるけど、今なら笑って許そう。まさか死後の世界なんてことは。ううん、ないない。
母さん、お父さん、心配してるかな。補習すっぽかしちゃった。先生、怒ってるだろうな。ダメだ、眠れそうにないや。屋上にでも行こう。はあ、周りは水に囲まれて、人は私たち4人だけ。私以外全員昔の記憶がなくて、向こうの世界とかいうもっと意味わかんない空間があり、なぜか全員持ってる指輪で武器を出して戦える。はあ、わけわかんない。何なんだこの世界は。ん、フリスペ。なんて名前のアプリ、元いた世界では聞いたことない。補習で学校に行く途中、スマホを落としたことに気がついて、拾った時にはこのアプリが入ってた。そしてこのメッセージが残されていた。そして今はフリスペ以外のアプリは全部使えなくなっている。もしかしてこれのせいで私この世界に飛ばされた？だとしたら、スマホにフリスペを入れた人、それが私をこの世界に連れてきた犯人だ。あなた。あなたは何者？なぜこの世界にいるの？あなたは何者？なぜこの世界にいるの？どのくらいの人がこの問いに自信を持って答えられるのだろう。ずっと何者かになりたいと思っていた。特別な何かを持つ何者かに。この不思議な世界で帰り道をなくした迷子の私は、いくつもの特別と出会うことになる。長い長い夏休みの始まりだ。どうしたの？あおちゃんが座ってるのが見えたから
何かお話ししようと思ったのです。そういえばちょっと聞きたいんだけどさ、この世界にいるのって本当に私たちだけ？どういうこと？昨日見たことない子に会ったんだ。ツインテールの女の子。あ、ゆうこちゃんのことかな。ゆうこちゃん？幽霊みたいに突然現れるでしょ。だから幽霊みたいな子でゆうこちゃん。知ってるの？一応。でも私たちもよく知らないんだ。話しかけても返事してくれないし、すぐに消えちゃって話しかけられないの。同じだ。気がついたらいなくなってた。もしかして本当に幽霊？どうだろう。何かされたってことはないから悪い子ではないと思う。ごめんね、先に話しておけばよかった。うん、大丈夫。ね、今日も行くんだよね、向こうの世界に。うん、きっとあそこに何か手がかりがあると思うから。どうかしたの？ないの。ない？何がないの？食材がないの。はあ。はあじゃないよ。もしかして青こっそり食べた？え？いやそんなことしてないけど。わかる？この娯楽の少ない世界において食が豊かでないことがどれだけ重大なことか。クオリティオブライフの話をしてるの。いつも料理作ってくれてありがとう、ユウキ。いいよ。じゃなくて大事件だよこれは。とは言ってもな、ココロもレナさんもそんなことはしないだろうし。でも他に人なんていないんだから犯人はこの中にいるの。まあまあ、何か必要なら集めてくるよ。そこまで言うならお願いするけど。確かに残してたはずなのにな。
華麗に倒してあげる。よし、私の番。想定、よし。は、言ってやる。そこ。いた。いつでも行ける。足りてる？十分、さすが青。どれにしようかな。向こうの世界が出てきた時も二人でこうして話してたんだっけ。うん、そうだったね。この場所、私のお気に入りなのです。なんだ
だか秘密基地みたいだから。ココロは秘密基地が好きなの？うん。なんで好きなの？教えてくれるわけじゃないのか。危ない場所か。行ってみようよ、向こうの世界に。え？でもリフナビが危ないって。でもあそこに手がかりがあるかもしれないのです。アオちゃんが元の世界に戻るための。これがリフナビとの出会いだった。急にあんなのが現れてびっくりしたよ。結局何が原因で出てきたんだろう。あ、ねえ、もしかしたらリフナビが何か知ってるかも。リフナビが？うん、ちょっと聞いてみようよ。
べた食べた。みんな大変。あ、どうしたの？そんなに濡れて。とにかく来てほしいのです。何これ、雨漏り？屋上の床を見てみたらひびが入ってて、そこから水が染みてきてるみたい。まあでも2階はあまり使ってないし、放置でいいんじゃない？雨が止んだらそのうち乾くだろうしね。なんだろう。私たちの話聞かれてる？一体どこから？さあ。でも修理するって言ってもどうやって？今日はもう遅いからさ、明日また考えようよ。それで向こうの世界に行ってみよう。何か役に立つものがあるかも。そうだね。明日になったら雨止んでるかな。どうだった？まだ雨漏りは続いてるみたい。やっぱりちゃんと直さないと危なそうだね。昨日話した通り、向こうの世界に行ってみようか。うん、直せるものを探さないとね。それじゃ、金城さんはいつも通りお留守番お願い。私もついてく。危険だよ、金城さん戦う力がないんだから。なんで私は戦えないんだろう。そう、勇気は私たちと違って指輪の力が使えない。そもそも指輪の力について知ったのは、私たちが初めて向こうの世界に行った時だった。食べるのばっかじゃん。
何者かになりたい。そして私たちは指輪の力を知ったんだ。やっぱりやだ、私も行く、寂しいもん。そんなこと言ったって。まあ私たちがちゃんと守れば大丈夫かな。やったー、青優しい。でも危なくなったら逃げるんだよ。了解了解。この辺りはいろいろ調べたから使えそうなものはもうなさそう。ということはこの先に行くしかないのか。でも前強そうなモンスターがいたじゃない。だからこうして迷い込まないよう塞いだんだし。変身？どういうこと？わからない。もっと強い力を出せるかもしれないってことかな。かもしれない。いずれにせよあれからだいぶ戦いにも慣れたんだ。今ならこの先に進んでも大丈夫かも。うん、行ってみよっか。それじゃあ行こう。出たら近所さん隠れて。行くよみんな。今の私たちならきっと大丈夫。邪魔するなら容赦しないよ。想定よし。はっ。さあどう動こう。
つでも撃てるよ。攻め時ね。チャンス、一気に畳みかけるよ。いつでもいける。いつでも撃てるよ。見せてあげる。いつでもいける。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。すっごー、何今の。わからないよ。気がついたらなんか服が変わってて。でもすごい力だったのです。うん、急に体が軽くなって何でもできそうな気がした。この様子ならもっと先に進んでも大丈夫そうね。いいな、いいな、私も変身したかった。転がってるなんて。これもしかしてみんながなくした記憶だったりするのかな。まさか、そんなわけないでしょう。Thank you.
うん。今までのモンスターと比べて強そう。水に囲まれた世界、無人の学校、記憶を失ったみんな、ここは一体何なんだ。
ある日突然、異世界に飛ばされた私、星崎青。さあ、バシバシ調べていこう。ここが一体何なのか。この場所、私のお気に入りなのです。別に、平穏に過ごしたいだけ。交わるはずのない出会いが。クオリティオブライフの話をしてるの。待ってて、今行くから。世界の謎を解き明かしていく。きっと前も私はこうしていたはずだから、大切な人たちとずっと一緒にいられますように。異世界だろうと楽しまなくちゃ損だよね。ちっちゃくありますか。みんなとの共同作業、青空の下でお昼寝したり、イメージ通りです。私たちだけの秘密基地に大改造しちゃうよ。困ったことがあったら私に任せなさい。あおちゃん、ありがとう。デート？ちょっとドキドキしちゃうな。なんだろう、不思議な場所。これはみんなの心？思いの力、見せてあげる。うわ、化け物！怖いけど、やるっきゃない！元気が湧いてくるね。リフレクターの力も今ここに。不安もいっぱいあるけど、少しワクワクもしてる。平凡な私でもみんなと一緒ならって思えるんだ。よし、絶対みんなで元の世界に帰ろう。ブルーリフレクション、タイ。なんかあのひび割れ、まずいことになってない？ブルーリフレクション。